こんにちは。今回もカルダのエイダの動画の方を送っていただきまして、ありがとうございました。いや、暗号通貨ね、結構ね、冷えてますね。やばいですね。<laughs> やばいんですけども、たまに Facebook で、なんかね、6年前の、ま、映像とか、過去の7年前の映像とかっていうのが自動的に上がってくることがありますけども、その時に見て取れるのは、そのビットコインがこれから10万円に行くかもしれないみたいな感じで盛り上がってる私のね、投稿なんですよ。 ビットコインが10万円にいくかもしれないって盛り上がっていた時にその気持ちでね私の今の立場から「やべえビットコイン200万いけるかもしれないよ」みたいなメッセージを送ったらねどういうふうになるでしょうかね多分えそんなに値段上がってんのみたいな感じになると思いますまあタイムマシンがないんでね何とも言いませんけどもねはいでねえっ、ー、と暗号通貨といえばブロックチェーンだと思いますけども今度ブロックチェーンといえば NFT なんですよね で、NFT といえば AI アートってものが、まずは真っ先に考えられますので、今年の6月7月あたりから私もね、AI アートってものを、ただ言葉として知ってるわけでは、だけではなくて、NFT ってのを言葉として知ってるだけではなくて、実際に手がけてみました。えっ、ー、と、6月7月から AI アートを私も作り始めて、最初の2ヶ月で1000枚以上の AI アートを打ち出してきたんですけども、今一つ自分の納得精度のいくものにはならなかったんですよ。でもね、一部、 背景ですとか寺院ですとか街の風景とかそれから宇宙空間みたいなイメージで描くと結構ね、あの、いいものができていたんで自分なりに、あの、まあ、まあ、満足はしていたんですよね。まあ、その上でどん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 精度を上げていくのとあえもブームにもならないといけないのでいや私がね一つね、あの、これはなんとかできないかなと思ってるのがいわゆる二次元の萌えがってやつなんですよね。当然私そういうのはあの、やったこともないんで自分でね手を動かして描いたこともないんで あのどんなものか本当にねあの迷いました。ということでね、一部、うあのこういうフィギュアですよね。まだまだいっぱいありますけども、こういったね、あの萌え系のフィギュアを100体ぐらいちょっとね、回収してみたんですよ。で、その中では、こういうふうに、なんですかね、フィギュアの稼働するやつですね。これ動くやつなんですけどいろんな角に動くやつを使ってみたりとかして、とりあえず、あの若いね女の子、アイドルさんとか、それから、 なんですかね。まあ、いわゆるロリッコちゃんみたいなね。二次元ちゃんみたいな。その萌え萌えのやつをちょっと AI アートにできないかなと思って、今回ね、なんとかね、それに近づいてきたんですよ。で、それを今サムネイル画像でちょっと使ったりとか、いろんなところにね、表現したりとかしてるんですけども、実際これはお金に変わってきましたね。うん。だから AI アートも、精度を高めていくと、人がお金を出してまで欲しいってものになるわけなんですよ。で、この AI アートの特徴っていうのは、リアルでいる人、人間の その、なんですか、肖像物を AI アート化することによって元のモデルがわかんないわけなんですよね。ですので場合によってはその写真集とかを買ってきてね、その写真集もしくはネットに落ちている著作権で保護されたその画像とかを AI アート化することによって自分のオリジナル作品としてすげ替えることができるんではなかろうかっていうところまで来てるんですよね。このの辺はまだねあの 色々とこう考えなくちゃいけないところは多いと思いますけどもだからモデルにはもう事書かないなってところですリアルな女の子を別に取りに行かなくても自分で原画を書かなくても場合によっては文字列だけでいいわけですよ文字列を3つぐらいね書いていく例えば制服の女の子あツインテールですと で、性が低いですっていう3つぐらいのキーワードに元の原画の写真をポンと合わせるだけで、いい感じでね、AI アートがこういうのがお好みじゃないですかっていうので打ち出してくれるんですよね。で、イメージと違ったらもう一回ジェネレーションすれば別のパターンで出してくれるみたいな形なんで、本当にね、こう、クリックを何回か繰り返すと、あ、これ使えそうだなっていうのに出会えるみたいな感じなんですよ。いやー、すごいね、AI のその進化というか、まあ、プログラミングではあると思うんですけども、 なかなか可能性を感じる部分ですね。というのでサムネイルにちょっと今回使っております。これからもねよろしくお願いします。で、私の場合は NFT とこの AI アートをもうちょっとね2023年に向けて特化していきたいなと。それこそ誰も追いつけないようなところまで行って、それでいい感じのところでね AI アートクリエイターとしてバスーンと YouTube で打ち出して YouTube と AI アートクリエイターということで、自分のアトリエを YouTube に持つようにね、そんな形にでもなると思います。もちろん、萌えがでずっと行くかどうかわかりません。とりあえず、取っかかりとしてやってるんですけども、やっぱり私はね、あのー、背景ですか、寺院とか、あのー、海とかねうん、天体とか、未来都市とか。 こういったものをちょっとやっていきたいなっていう自分なりの興味はあります。ただマーケットにマッチしてなければ、マーケットに合わせて利益の取れそうな分野にどんどんスライドしていこうと思いますけどね。はい。じゃあ長々とお話ししましたけども、今後も暗号通貨、そしてブロックーン情報、一緒に教育していきましょう。共有ですよね。教育じゃなくてね。共有ですからね。<laughs> シェアしていきましょう。いってらっしゃい。